はい、どうも皆さん、こんばんは。手巻きタバコの喫煙動画始めていきます。今回吸っていくのは、バリシャグの、ハーフスワレというやつですね。バリシャグシリーズは初めてなんですが、3種類あるんですよね。まあ、忘れましたけど。とりあえず、ハーフスワレシャグ。30g で確か730円。若干高めかな？うん。です。うん。で、まあ、とりあえず、ジグザグのホワイトで、最近ちょっと、これがいいかなーって感じで。で、最近買った、ピュア200レギュラーの、フィルターを使います。これで。最近ね、なんかね、細巻きのね、いわゆるスリムタバコにすると、なんか俺、口のね、中の上の方の、口の上がね、なんか、すごい、下焼けみたいな感じで、ピリピリして、なんか、すごい、やけどみたいな感じになってしまうみたいで、うん。で、レギュラーにしたら案外、レギュラーフィルターにしたら全然なくなったんで、うん。とりあえずそれで、やっていこうかなと思います。それじゃあ、巻いていきましょう。あ、バリシャグの、あ、ついてきましたね。バリシャグ、ペーパーついてきました。これでいくか、じゃあ。まあ、こんな感じです。ハーフスワレっていうと、まあ、俺が吸った中だと、ドラムのオリジナルが確かハーフスワレ使ってるはずなんで、違った。ハーフスワレ全然使ってねえよ。ごめん。忘れて。うん、いや、ハーフスワレってのは何なのかなと思ってね、未だに吸ったことないんで、ハーフスワレシリーズ吸ったことないんでね。他にハーフスワレだと、なんかあったよな。うん。刻み幅は割と普通な感じで、湿気も割と湿気ってますね。湿気もあり。まあ、無添加とかじゃないんで、そこまで乾燥はしてない。ですね。なんつったっけな、香りが。うん。まあ、酸っぱめ。若干酸っぱめ。まあ、普通の、至って普通の感じの香りがするんですが。ハーフスワレー。なんだっけな。ハーフスワレーで、っていう味っていうかね、そういう手巻きも結構あった気がするんですが、なんだったかな？ハーフスワレね。バリシャグ以外。あ、マックバーレンか。マックバレンの、ハーフスワレっていうのもあります。これもちょっとね、気になってはいるんですけど、売ってなかったんで。あ、売ってたか。売ってたんですけど、同じグラムなんですが、ちょっと値段が、こっちが730円。で、マックバレンの方が710円ってなってますね。ちょっと安めだったんですけど、まあ、あえてこっちの方、高い方を買ってみました。どうでしょうか。まあ、何の葉っぱが使われてるかっていうのが、バリシャグは、のハーフスワレは、何を使ってるんでしょうかね、バリシャグ。バリシャグのハーフスワレ。ダークケンタッキーとゴールデンバージニアみたいです。まあ、ゴールデンバージニアはまあバージニア。ダークケンタッキーはあれですね。さっき言ったドラム。
ってことはドラムと同じ感じなのかな。ドラムは、のオリジナルが、ダークケンタッキーとブライトバージニアっていうのを使ってるんで、まあ、ほぼ同じような。ブライトバージニアとゴールデンバージニアの違いは全くわかりませんけど。まあ、同じバージニアの葉っぱということで、まあ、ちょっと酸味があるかな、といった感じでしょうか。まあ、ここら辺全部英語なんで、ちょっと読めない。は読めないんですか。まあ、吸っていきましょう。デンマーク産ですね。うん。うん。うん。深い、味が。ここにね、若干ね、まあ、英語読めないって言ったんですけど、いろいろ書いてはあるんですよ。ダークケンタッキー&ゴールデンバージニアっていう表記はあるのは確かです。うん。うん。結構重いかな。うん、深い味わい。でも、ゴールデンバージニアと違って、酸味は、感じません。香りで。吸ったときに。うん。酸味はほとんど感じない。うん。ドラムよか重いです。うん。これも美味しいですね。うん。酸味というよりは、ちょっとほろ苦いような、若干重めの、うん。味がしますね。うん。これも香りが、あ、でも若干酸味がするか。あ、若干酸味がするな。でも香りがいいですね。吸った後にこう、俺基本的に口に溜めてから、一回口に吸って溜めて、そっから、口を閉じながら、スーって吸って鼻から、スーって吸って吐く。基本的に俺は鼻閉じたまんまなんです。で、鼻から出すんです、最後に。スーって口に溜めて、煙溜めた後に、鼻だけ呼吸して、鼻だけで深呼吸する感じ。うん。うん。あ、これは美味しいですね。うん。でですね、ジョニー・デップが愛飲してる、愛飲してるのがバリシャグのラウンデッド・バージニアっていう、これの赤色のやつですね。
あれ？あ、これも、アインしてるみたいですね。アインしてるっていうか、アイインなのか、アイエンっていうのか。うん。どっかのサイトだと、バリシャグハーフスワレはダークケンタッキーとゴールデンバンジニアのブレンドです。わかりやすく言うとドラム系のカツオ節臭です。少し癖がありますが、ハマります。デップはリコリスペーパーで巻いてますって書いてありますね。あ、そうって感じなんですけど。まあ別に誰が捨てようとまあどうでもいいんですけど。鰹節の香り。確かにね、ドラムはね、オリジナル。鰹節の香りはしました。こっちするか。鰹節の香りするこれ。しないですね。正直しないです。うん。ああ、美味しい。美味しいとか香りがいいね、やっぱね。ああ、やっぱ香りがいいな、これな。うん。うん。美味しい。これは美味しいですね。普通に美味しいです。うん。うん。香りがやっぱり、ちょっといい感じの、あーって感じの。よくわかりません、これ。うん。タバコの若干こう、重めの、タバコの、いい香りがします。うん。これは。うん。うん。まあ、若干酸味もあり、香りもいい香りがするんですが、まあ、若干重めという、軽いっていう味じゃないんですよね。重厚な香りの、する。うん。うまいっすね。これもうまい。普通にうまい。タバコのね、味がね、すごい生きてる。うん。うん。だから、パリシャグのハーフストアレは一応、ね、さっき言った通り、ドラムのとほとんど味が、いや、原材料変わってない。まあ、バージニアとダークケンタッキーですから。うん。うん。味変わんないはずなんですけど。味変わんないはずなんですけどっていうか、ね。同じような、似たような感じ？まあ、でもどう見てもやっぱり辛さが違うんですよね。重さというか。
ちょっとドカッとくるような、ね、重さがあるタバコだと思います。ドラムは結構軽かったからな。これに比べると、やっぱドラムは軽いっすね。全然。結構どのね、紙巻きやね、手巻きにも結構バージンやっていうのは入ってるんですが、やっぱバージニア人気なのかな？ほとんどのやつバージニア入ってますからね。なんか若干コーヒーみたいな。ちょっとほろ苦いような香りもするのが特徴でしょうか。ちょっとドラムも吸ってみようかな。ドラムオリジナル。ドラムオリジナル。ちょっとこのドラムオリジナルね、関係ないんですけど、ここの部分の長さがさ、短いんですよ。もう2倍ぐらい普通はあるんですけど。俺基本的に、ほら、こんだけ長いんだよね、普通のやつ。これたったのこれだけなんだよ、ドラム。俺ここにこう置いて、こうちゃちゃちゃっと、使うのに結構勝手がいいんですよ。若干そこが、ドラムはね、若干そこが関係ないんですけど、味とか関係ないんですが、ちょっと気になる。もうちょっとこの長さを長くしてほしい。まあ、どうでもいいです。バリシャグペーパー使います。確かにドラムはね、ここで香るとね、なんだ、かつお節の香りがするんですよ。確かに。それは間違いない。ドラムをちょっと吸い直してみます。やっぱね、全然違いますね。もう重さが違うんで、香りの部類の重さが違うんですよね。もうなんか、軽い。ドラムは。でね、ドラムはね、軽い代わりに香りが強いかな。その代わり、香りが強めです。でもまあ実際ドラムを吸ってみると割と重めなんだけどね。
でもそうでもないのか。普通ぐらいか。でもやっぱバリシャグはかなり揉めなんじゃないかなと。うん。あくまで俺の感想ですけど。で、味はね、うん。やっぱ結構、香りが違ってくると味もだいぶ違ってくるんで、結構違いますね。うん。うん。うん。ただ、個人的にはこっちのバリシャグの方がうまいかなと感じはするんです。うん、ドラムもうまいんだけど。結構重厚なのが好きなんみたいですね。俺は。うん、結構軽い。これ吸った後だと、バリシャグ吸った後だとね、ドラムは結構軽い。もう鼻にね、なんかね、もうなんか香りがま、なんか口の中から上にこう、ブワーっと吹っ飛んでいく感じ。バリシャグはね、結構下の方にね、ドスーっと来る感じなんですよ。まあ曖昧な表現で申し訳ないんですけど。うん。うん。バリシャグ美味しいね。ドラムよかうまいわ。もう比較でしか表現のしようがない。あ、明らかに重いのは間違いないです。うん。美味しい。ドラムもうまい。ただ、バリシャグの方が結構下にドカッとくるんで、なんか、うん。なんか残りやすい。味が残りやすいっつうかな。コクがあるんだよね。うん。うん。バリシャグ四つ星。まあ、うまい。ドラムよか、個人的にうまい。うん。重いの好きな人にはおすすめの一品じゃないでしょうかね。バリシャグ。ハーフスワレ。うん。うん。それではご視聴ありがとうございました。